金沢駅の新幹線ホームに降り立つ修学旅行生たち、この北陸でいい思い出を作ってほしいですね。JR 金沢駅に到着したのは千葉市立高浜中学校の生徒らおよそ90人です。正午前の北陸新幹線白鷹から降りると県の職員の歓迎を受けました。 JR には修学旅行であらかじめ指定した列車を使った場合、運賃や特急料金を半額ほどにする制度があります。県はこの制度を活用して修学旅行を積極的に誘致するプロジェクトを進めてきました。ぜひ満喫して楽しんでいただくことで、将来ですね、またご家族とかご友人とかそういう方々と一緒にまた戻っていただきたいという、こういうことを私どもは期待しておりますし、もう一つはお宿の経営対策という側面がございまして、今日も平日ですけれども、修学旅行は平日の利用が多いので、平日の宿泊需要の喚起と。生徒らは今夜山城温泉に泊まり、2泊3日の行程で金沢や福井などを巡るということです。県によりますと、今年度は首都圏の26校からおよそ3300人が修学旅行で石川を訪れる予定です。